錦帯橋という橋の木組みについて説明いたしましょう。まず工場加工したものをここに運んできまして、まずこの石垣に沿ったいわゆる式張りといういわゆる土台ですね、それをまず敷きまして、それから1番下駄2番下駄というふうに5本ある木組みを両サイドから少しずつこう組んでいくということですね。難しいのは足場が丸いわけですから、同じ距離で来ませんと中央部分で相手が見えるときに距離が違ったら全部ばらして組み直さなきゃいけないということですから、慎重に慎重に組むわけです。そして11番下駄という桁まで組みましたら、だいたい3本重ねて合成針のような性格を持ったアーチ橋にするわけですから、鉄の巻き金という部材でそれぞれをこう固めていくわけですね。そしてその間に鉄の荷重が約4トンありますから、大工さんたちが上に乗って木をこう全体をこう揺すり締めといいますかね、揺らしてどんどん締めていくわけです。それで安定しましたら、その上に後詰め木、それから鳴らし木という平均木ですね、皆さんが歩く板の下の木をアーチ状に形態を作る。全体の木組みが終わりまして、木のいわゆるアーチ形状ができましたら、助け木という木があります、それを組みまして、それから今 V 型に見えておりますクラギという木をそれぞれつけていきます。それは裏表裏表というこう梁行の形しますので、梁そのものの剛性を保つためにですねつけられたと。これは最初1673年の初代の橋はなかったんですから、多分10年後にこれをつけたという記録があります。ですから最初の橋は結構揺れたって怖いという、あまり渡りたくはないぞという記録も残っておりますので、やはり相当考えたんだろうと思いますですね。そしてフレ止めという今のこう筋交いのようなやつを全体をも組んでいく。で最後に橋板を一段ずつ張って中央部分でまた調整しながら均等に真ん中に行くと。鋼欄そのものも帯金のようなものでちゃんと下と均結しますので、断面係数として非常に高くなりますので、手すりそのものも構造体の一部として構成しておるわけです。そして何よりもやっぱり木の弱点というのは雨漏りで腐るということですから、それには橋の下に銅板敷きまして、いわゆる水に対する配慮、腐ってはいけないということで、こういうふうな下見たをして、いわゆる骨組みにはかさぎというものを打ち付けて、とにかく防水ということを非常に配慮した橋であるということですね。そしてそういう木組みによりまして、スパン約40メートルという木造では世界一の長さを持った木造アーチ橋が完成するというわけです。